サイクスです。何か分かったのか？バグズ。アスラム四将軍が一人、パグズと申します。イリーナ城に関してですが、残念ながら新たな情報はありません。しかしながら興味深い情報を2つ入手しました。一つは若い女性を引き連れた怪しい一団がガスリン洞窟へ向かったというものです。若い女性。もう一つはロベリア廃城にて夜ごと怪しい人影が目撃されております。あの廃城は昔から犯罪者の巣窟だ。今回もその類では？今回は違いますな。信頼できる筋からの情報によりますと、どうやらアスラム兵が出入りしているとのこと。確かに興味深いな。ありがとうパグズ。俺その場所を調べてみるよ。待ちたまえラシ君。それでは四将軍を連れて行きなさい。アスラムの平和と秩序を守るのも我らの務め。どちらも見過ごすわけにはいかないのだ。それにラッシュ殿は世界的に高名なレムナント研究者サイクス夫妻のご子息。そのラッシュ殿のために我らがお手伝いするのは当然のことです。申し訳ないが素性は確認させてもらった。いや、父さんたちが有名人でよかったよ。カマワン、エマ、報告を。イエス、マイロード。取り急ぎ、セラパレスにあるアカデミー支部と連絡をつけ、こちらでラッシュ殿をお預かりしている旨は伝えました。アカデミーに連絡してくれたのか。助かった。アカデミーって連絡をなかなか受け付けてくれないからさ。あそこは秘密主義の塊だからな。ありがとう、エマ。しかし、エルシオンのアカデミー本部にまで正確に伝わるかどうか。大丈夫だよ、家族がさらわれたんだ。いくらアカデミーでも父さんたちに伝えてくれるさ。ただ、サイクス夫妻は現在、大事な研究に関わっておられる。動けるまでには時間がかかるだろう。ご両親から連絡があるまでは、私が力を貸そう。ああ、ありがとう。We'll be right back.
先制攻撃だ。こいつらを叩くぜ。